ショッピースどうも、桜田もさ、ショッピーです。お願いしまーす。さあ、というわけで、今回なんですけども、ネタでも何でもなくてね、今回はご相談動画です。二ほど皆さんにご相談ございますので、ぜひ、1、2分の動画、ご覧ください。えーと、とでもですね、えっ、ー、と、昨日ですね、TikTok の方で生配信しまして、その時に、YouTube の方でも、あの、短いショート動画を投稿できる機能ができましたよ、みたいな。まあ11月ぐらいにできたらしいんですけど、で、えー、そうするとゴミが入りました。ね。取りました。 で、えっと、それをね、早速、あの、教えてもらったんで、あの、さっきね、アップしたんですけど、まあ、こんな感じですね、アップしたんですけども、で、その、ショーツ動画みたいな、ショート動画ショ、ショーツってやつ、アップして、えっと、これで、TikTok にアップしてる動画をアップできるなと思ったんで、今ね、僕、か、近日動画アップしてて、で、火曜、金曜は、ちょっとあるあるの長いバージョンのネタアップしてるんですけど、日曜日に関しては、TikTok の週間再生数ランキングっていうのアップしてるんですよ。で、そこには動画あもうつけてるんですけど、そのあるあるネタの動画を、えー、もう、ショーツの方にアップできるから、こう、TikTok の週間再生 再生数ランキンキグっってているかなと思ってでこれを皆さんにぜひぜひお聞きしたいのがこ TikTok の瞬間再生数ランキングこれ今後も続けていくべきですかそうじゃないですか。 まあ、あそもそも見てないよって方もいるかもしれないんですけど、まあ、あぜひコメントいただきたいなっていう感じです。で、その、ショーツ動画に関しては週2回ぐらいアップしていきたいなと思ってるんでね。えー、まあ、ちょっと、昔の TikTok にアップしてるネタとかもね、アップしていけたらなと思っております。で、それとも,もう一つなんですけど、あの、生配信とかをね、まあ、あたまにはやってみたいなと思うんですけど、生配信もしやったら見てくれるよという方がいるかいないかっていうね、えー、そんなのもちょっとコメントいただけたらなと思いまして、まあ、ああの、コメントするのは恥ずかしいよという方多いと思うんですけど、まあ、ああの、もしコメントがね、えー、1個も来なかった 場合は、まあ、自分で考えます、はいでもまあ皆さんと一緒にねこう作っていきたいとか皆さんの方が YouTube 詳しかったりするんで是非是非ご教授いただけたらと思うんで是非コメントお待ちしておりますまあというわけで今回ただのご相談動画になっちゃったんですけど、まあ、最後まで見てくれた方に楽しんでいただきたいので最後1個だけ僕が実際に見た方のモノマネをして終わりにしたいなと思いますそれではご覧くださいなぜか腹話術師みたいになっているガソリンスタンドの店員さんオーライオーライオーライオッケーです 以上です。今日もありがとうございました。どうも、ショッピーでした。